できないんだから。はい。まず気をつけて。気をつけ。ジャンプです。真ん中に戻りましょう。真ん中に。このまま。そう。そうそう。この物語は実在するクリエイティブ歌のお姉さんこと松山葵によるフィクションとノンフィクションをいい感じに組み合わせた小さなお友達も大きなお友達も楽しめる限界アニメである。帰ってきたクリエイティブ歌のお姉さん。この番組はご覧の皆さんの協力でお送りします。やったー！
限界アニメ松山葵物語の第二期制作と放送が決まったよ。今日はお家で歌のお姉さんの日、とてもいい天気だね。よし、アニメの宣伝と制作費を集めるために配信するよ。たくさんのお友達に見てもらえるかな。そろそろお姉さんの配信だ。 お姉さんの配信まだかな。始まった。それじゃあ始めるよ。限界の頂点へ、リミットパワー。画面の前のみんな、こんにちは。こんにちは。葵、葵。配信に来てくれてありがとう。今日は大切なお知らせがあります。何アニソンシンガーのオファーがまだ来ないから、みんなの力を借りてまたテレビアニメ作りたいんだ。前回よりも絶対パワーアップしたから、いっぱい応援してね。そういえばみんなはアイマスク持ってるかな。アイマスクとは目の部分を覆うもののことらしい。お姉さんにとってのアイマスクは松山葵のセカンドアルバム葵中毒絶対限界宣言に収録されているアイマスクという楽曲の専用応援グッズらしい。お姉さんと限界オタクがお互いに目隠しプレイをし合える刺激的な内容となっているらしい。お姉さんショッピングや現地イベントで買えるよ。買ってくれるとアニメの制作資金の支援になるから、まだ持ってないお友達はゲットしてね。はい。それでは聞いてください。限界アニメ松山葵物語の主題歌、お姉さん動物園。最高、可愛い動物たちの国へ、みんな一緒にもふもふしよう。超合体、お楽しみに。